皆さんこんにちは、乳がんサバイバーのポカママです。以前こちらの動画でリンパ浮腫になっちゃったよってお話ししたんですけど、今日はその後の経過のお話をします。その前にね、簡単に私の乳がんについてなんですけど、私は2020年に、乳がんの告知を受けました。治療としては術前抗がん剤治療と手術、あと放射線治療、あと分子標的薬治療を以上行いまして、今は治療を終えて経過観察中となっております。で、手術では、右乳房全摘と、あと右の液化電波節郭清を行っています。術後って手術側は結構大事にしないといけないんですけど、経過観察中に重たいリュックを背負ってしまったのをきっかけにですね、リンパ浮腫を発症しております。で、その時はなかなかちょっと治らなくて、リンパ浮腫外来に通って、でスリーブをつける、で様子を見て、でだいぶ落ち着いてきました。落ち着きましたね、一旦は。はい。なんですけど、プランクっていう筋トレをきっかけに、またその落ち着いてたリンパ浮腫をまた再度発症するっていう風に自分でやってしまいました。で、その時の発症当初がこちらです。一番わかりやすい時期が、この時かな。そんなにひどい感じではないので、見た感じではね、あんまりそうわからないんですけど、この時は指の付け根、ここの手のむくみが結構ちょっと痛くて、指の付け根に痛みを感じてました。で、この時もね、リンパ浮腫外来に行けばよかったんですけど、その前に発症した時がスリーブをつけて様子を見て、落ち着いたっていうのがあったので、自宅ケアと、あとスリーブで様子を見ようと、リンパ浮腫外来には行ってません。これが発生当初で、で、これが約半月後。で、こちらが約1ヶ月後。で、これが発症から約3ヶ月後。で、今が発症からだいたい3ヶ月半ぐらいかな。当初はね、血管が、ここの血管がほとんど見えなくて、ここの骨もデコボコが埋もれる感じだったんですけど、発症から約3ヶ月半経った今は、こう、わかるかな？完全ではないんですけど、こっち側の血管が、うっすらですけど、見えるようになってきました。手のむくみとともにですね、痛みも落ち着いてきたかなっていう感じです。で、さっき言ってた自宅ケアなんですけど、内容としては、保湿、ハンドクリームとかでね、保湿をするっていうのと、あとは、リンパ浮腫外来で指導をしてもらったマッサージ。あとはもちろんスリーブですね。スリーブの着用。で、じゃあ、今、リンパ浮腫だいぶ改善したって言ってるんですけど、じゃあ今は何をしてるのっていうと、今はね、もうスリーブつけてないんです。そう。なんでつけてないかっていうと、今指の付け根の痛みがだいぶ落ち着いたので、スリーブつけてると水仕事とかするとき、やっぱりいちいちこう、ね、取ったりつけたり、取ったりつけたりがちょっとめんどくさくて、サボってます。はい。ちょっとまたひどくなってきたらつけようかなとかっていう感じです。で、実際、生活に、むくみ改善して支障がないかって言われると、そこはまたちょっと違うんですよね。で、ここのね、こっちとこっち比べて、ここの針がね、やっぱりまだ引いてなくて、ね、これだとちょっとわかりづらいんですけど、実際に目で見ると、明らかに術側の方が張っているのがわかります。小学校1年生のね、蝶々ちゃんでも、あ、違うってわかるぐらい、気づくぐらい、はっきりやっぱり出てますね、まだ。それにやっぱり日によってなんですけど、術側が利き腕なので、お掃除機かけたりとかすると、すぐ疲れやすかったりもするし、歯磨きですら、だるーってなる時もあります。で、本当にそれは日によって違くって、その時のね、体調で違うかな。体が疲れている時って、結構こっち側にズーンとこう、だるさを感じやすくなってます。本来であれば、リンパ浮腫外来に一度ね、また行くのが一番いいんでしょうけど、今回はね、割とこう、そんなにひどくないっていうのも分かってたし、前回そのね、スリーブをつけて、
落ち着いたっていうのもあったので自宅ケアとスリーブで様子見しました。まあ、あともう一個言うとすれば、まあ、通院費用の部分かな。でね、一度発症するとやっぱり完治するのが難しいのがリンパ浮腫です、もちろんね、発症させないことが一番大事なんですけど、まあ何をきっかけに発症するのかっていうのは個人個人でやっぱり違うと思うので、まあ日頃から舌がんに気を使って、まあ、できるケアを保湿したりとか、ね、疲れたらちょっとすぐ休むようにするとか、そういうことからかな、なのかなとは思います。ただ私の場合は、重たいリュックを背負ってしまったっていうのと、あと、筋トレで舌がんに体重をかけてしまったっていうのと、これがきっかけでリンパ浮腫を発症してるんです。なので、まあ、これについてはね、本当気をつけてくださいって、はい、そこは言えます。ということで、まあ、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それでは今日はこの辺で、バイバイ。